九条花本、源氏物語系図、または九条花本、源氏物語固形図は、源氏物語の登場人物を、系図の形にして整理した、源氏物語固形図の一つである。昭和時代初期に、源氏物語の本文研究と、古中修正のために、多くの源氏物語系図を収集していた、池田機関のものとなって、源氏物語、 大西の研究編及び資料編によって紹介されて、広く知られるようになった。現在は、東海大学桃園文庫の所蔵。原存部分の冒頭に、九条なる、蔵書院が押されており、かつて九条家のものであったとみられることから、九条家本、と呼ばれる。巻本一条。あざがた、書風などから見て早くて、平安時代末期、遅くとも、 鎌倉時代初期の書者と見られる。書者者を示すような記述はなく、一般的には不明であるとされているが、池田機関は藤原中草の可能性を指摘している。様々な理由から現存する、現氏物語系図の中では最も書写時期が古く、形式や内容の面から見ても最も古い形を保っていると考えられている。最初と最後の部分が失われており、 原村部分は、光源氏の途中から始まり、日た之助の系譜で終わっている。九条なる、蔵書院は、原村部分の冒頭に押されているため、九条家の、ものとなる以前に欠けてしまったと考えられている。このような状況であるため、本社本が本来どのような題名が付けられていたのかも、不明であり、序文や置き書きがあったのかどうかも不明である。さらには、他の固形図において、 前付けや後付けなどと呼ばれて、系譜部分の前や後に付けられていることがあるなどが、もともとはあったが欠けてしまったのか、それとも最初からなかったのかも不明である。この、九条花本、源氏物語経図は、以下のような特徴を持っている。巻名については、おおむね現在でも、一般的な巻名を使用しているが、二大宮については、カホル中将という巻名を使用している。この、 カオル中条という牧名は現在では見られないものの、鎌倉時代の注釈書である、奥義や公安源氏論議において、二尾宮牧の別の呼び名として記されており、宮中の時代には一定の範囲で使用されていたと見られる名称である。人物の名称について、この宮上下本では、現在一般的には玉かずらと呼ばれている人物を、夕顔正治と、 雲井の岩と呼ばれている人物を夕霧大将北方と宇治の中の君と呼ばれている人物を故郷リルル中の君とそれぞれ呼んでいる。これらの呼び方は固形図の中でも球状花本に近い一部のものだけに見られる呼び方であり、これらの独特の故障が見られるかどうかが、その固形図が球状花本に近い球状花本系統に属するかどうかを判別する基準にもなっている。 人物記述において、母系を記述する際に、ハノと記してに後にその人物の母を記しているが、母系が不明なものについて、ハノと飲み記してその後に何も書かれていない人物がある。これ以後の成立と見られる多くの固形図では母系を記述している人物についてのみ、ハノと記してに後にその人物の母を中記しており、母方の不明な人物について、 はのとのみしるしてその後に何も書かれていないような例が見られないことから、このような記述は球状化本が未完成ないし、作成途中という性格を持っていることを示していると考えられている。本固形図は人物についての詳細を記したいくつかの裏書きを持っている点が他の固形図に見られない特徴になっている。裏書きは多くの場合当該人物の記述の裏に記されている。 赤し中宮の、朝顔、人シ紫状、薄雲人シ夕顔生児、おぼろ月夜生児、赤し上、うつせみについては、該当箇所の裏側に記されており、花散る里についてのみ完末近くの裏側に、記されている。本古経図では、しばしば本文をほぼそのまま引用して人物に、説明を加えているが、そこで引用されている、現時物語本文の系統は、 青表紙本でも河内本でもなく別本であり、中でも現存する写本の中では、細か本が最も近く、このような本文が当時一般的なものであったことを伺わせるものとなっている。多くの源氏物語古経図を調査した、時い和子は、経図に収録されている、経符部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則を唱えた。本 球上下本固形図は、関東部と末尾に欠損があるため、この写本だけで確定的なことは言えないものの、原存部分の117人に欠損部分を近い、系統の固形図で補うと133人から134人であると考えられるが、この人数は、様々な固形図の中でも、造歩本系統と考えられるつてため定本の141人、ためうじ本の177人、 実習筆本の179人、天文本の189人、昇華本の210人から214人、五光本院本の235人のいずれよりも少ない焼き課題本固形図や手塚山丹大造本、固形図の133人と並ぶ最も少ない人数であり、この点からも本固形図は最も原型に近いところにあると考えられている。本形図には、 他の古経図にしばしば見られる他本との競合の痕跡が全く見られない。これは本経図が作成された時には参照されるような、現氏物語の人物経図が存在しなかったことを意味するとして、このことが本社本を最も原初的な存在であることの根拠に一つになるとする見方もある。池田機関は、この球城花本とこれに近い古経図の諸本を総称して、 球状花本系統と命名し、数多くの古形図の中でこの球状花本系統が最も古形を保っているとした。これに属するとされる古形図として以下のようなものが挙げられている。本国本営委員本。ありがとうございます。